コーヒーを飲みながら清原すみか役劇団時を生きるのゆのです。イエーイ。私二人芝居が今回初めてなのですごい緊張してるんですけど、相手役の小原さんすごい楽しい方なのでワクワクドキドキしながら稽古を今やっているところです。2月にも舞台に出てるんですけど、その舞台と並行して稽古してるので脳みそがちょっとパンクしかけてるんですけど精一杯頑張ってます。はい、そうですね、あのこの作品が日本と韓国の作品なのでところどころで韓国語が出てくるんですよね。で韓国語が好きな人とかはあこれなんて言ってるなって思いながら楽しんで見てもらえる作品じゃないかなと思っております。では、5月3日ゴールデンウィークの頭ですけど皆さん劇場でお待ちしております。劇団時を生きるのゆのでした。バイバイ。